私は生まれた時から心臓が悪くて、赤ちゃんの頃に何回か手術してる。その後も体が弱くて病気しがちだったため、しょっちゅう入退院を繰り返していた。私には2歳上の兄と10以上離れた弟がいたけど、両親は私の世話と仕事で大変だったみたいで、ほとんど弟の世話は兄任せ。今思えば遊びたい森にかわいそうなんだけど、兄がとても真面目で弟を溺愛してたから、当時はその状況に疑問を抱かなかった。むしろ私も弟大好きだったから、兄ばかり弟と一緒にいられて羨ましいとすら思ってたくらい。私が中学生の頃、インフルエンザから肺炎までこじらせて一時的に入院してたある日、トイレに立って病室に戻った時、両親が、私はいつまで手がかかるんだろう、弟が大きくなるまでの我慢だろう、そのための子なんだからあの子は、と会話しているのを聞いてしまった。そこまで負担をかけてしまっていたのもショックだったけど、可愛い弟を私の世話させるために産んだという事実に頭が真っ白になった。両親が帰った後、私はもう生きてても仕方ないから他日のうと決意。でもこのままだと両親が弟をいいように利用しようとするかもしれない。搾取され続けたらかわいそう、いっそ両親もこの手で一緒に。一晩悩んだ結果、私はお隣のベッドの人が部屋を出て行った時に棚に置いてあったナイフを盗んで枕の下に隠した。今日両親が来たらそれで二人を、と浅はかな計画を経てて心臓をバクバクさせながら待っていた。でもその日お見舞いに来てくれたのは兄と弟だけだった。弟は私のベッドに乗ると興奮気味にチューリップを植えた話なんかをして、それで疲れていたのか電池が切れたように寝てしまい、兄はそれをニコニコと見ていた。チューリップは私この好きなピンクだよ、お姉ちゃんに見せたいんだって。兄の他愛のない話に私が泣きそうになっていたら、だからね、変なこと考えちゃダメだと私の頭を撫でてくれた。多分私があまりに思い詰めた顔をしていたんだと思う。何するかまではわからなくても、よからぬことを考えてるって察したんだろうね。兄が弟を抱っこして帰った後、考え直した私はナイフ落ちてましたよと言ってお隣さんに返した。ここからがおかしな話なんだけど、それから1月もしないうちに両親が他品でしまった。二人とも仕事で寝不足のまま運転してて事故り、母はその場であっけなく、父は数日治療の末亡くなった。私は二人を憎むあまり呪い殺してしまったのではと内心パニック。両親が亡くなってから入院するほどの体調不良も減って、親戚が集まるたびにはお父さんお母さんが悪いもの持ってってくれたんだねって言われて、すごく居心地が悪かった。ただこれはもう10年以上前のことで、実は最近まで両親のことなんて存在すら忘れてた。なぜ今さら思い出したかというと、弟が近く幼なじみの子以下弟嫁と結婚することになり、弟嫁の打ち明け話を聞いたから。もうずっと家族同然の付き合いだったのに、急にマリッジブルー気味になった弟嫁。実は彼女は弟を蹴ったり無視するうちの両親が子供心に大嫌いで、いなくなっちゃえばいいのにと思っていたら本当に他品でしまい、それがずっと自分のせいな気がしてならなかったのだとか。その後ろめたさをずっと抱えていたようで、こんなひどいことを思う自分は弟にふさわしくないかもと泣き出してしまった。その場ではそんなの関係ないシティのことを大事に思ってくれる弟嫁ちゃんがぎまい嬉しいよと慰めといた。でも本当はやっぱり両親はいろんな人に呪い殺されたんだろうなって思ったよ。人を呪わば穴二つというから、私はろくな他日に片しないかもだけど、せめて弟嫁の悪いものは私がもらっていってあげようと思う。